チェの順位予想で1位阪神、2位巨人が多くて困惑。歴史上一度もこの順位になったことないってノムが言ってたで。まあいいじゃんそういうの。過去にないから今年もないという根拠は全くないんやで。阪神は核変選手多いからないだろな。ヤクルトか巨人が優勝。とりあえず巨人は順位上に予想しないと怒られるからしゃあない。実際は4位や。今年の巨人は B クラスだから心配せんで。で、再開もある。まあでも戦力はあるわ。広島に信頼がなさすぎるんだけど。ヤクルトは政権交代織り込み済みの再開やろ。次の人事も動いてるよ。ヤクルトは23年怪我人だらけだからな。巨人ファンって浅野明弘が丸の衰えの穴を埋める想定で考えてるの笑える。この手のすれ見てるとヤクルトの異常な孤児に驚く。君たちチュニドラと大同じやで。マッパリーグもやばいから大丈夫か。中継ぎ補強したし、あれが余計なことしなきゃ巨人優勝するんちゃう。 NPB はハイレベル選手の MLB 流出がボディブローみたいに効いてきてるわ。尖った選手がおらんでどんぶりや。戦力の変動を考えたら順当やんか。実際どうなるかは別として、1位阪神は確定やろうけ、2位は全然わからんわ。少なくとも巨人は無理やけど、意外とチュニドラ2とかあるんちゃうか。ご視聴ありがとうございました。